ICD-10 におけるアスペルガー症候群 DSM-4 におけるアスペルガー障害とはコミュニケーションや興味について得意性が認められるものの言語発達は良好な先天的な人の発達における障害2013年の DSM-5 及び後の ICD-11 では本心名はなく自閉症スペクトラム障害の中に位置づけられる 日本では、アスペと略されることもある。特定の分野への強いこだわりを示し、運動機能の軽度な障害が見られることもある。自閉症スペクトラム障害のうち知的障害及び、言語障害を伴わないグループを言う。DSM-4 へのアスペルガー障害の診断の追加は、過剰な診断の流行をもたらした。発生原因は不明。 得意性や特徴に該当する部分が多いことに気づいて不安感を持った本人が医療機関に相談した時に診断されたことを本人自身が受け入れた事例のみである。効果が示されたと広く指示される治療法はない。放っておくと、うつ病や脅迫性障害といった二次障害になることがあるとの指摘もある。精神医学的障害の一種である。 自閉症スペクトラムズ世界保健機関による ICD とアメリカ精神医学会による DSM は DSM4 や DSM-5 の序文に示されるように連携を取りつつ改定されており ICD-10 と DSM4 が相互に補う形であるそうした中で2013年に先に DSM-5 が出版された一方で ICD-10 と DSM-5 では分類体系が一致していないことに留意すべきである。ICD-10 においてアスペルガー障害は広半性発達障害の中に分類され自閉症スペクトラム障害の一種であると分類している。一方でアメリカ精神医学会は神経発達症の一つであり連続モデルであるとしている。そのため改定された DSM-5 においては AS の診断名が削除され代わりに自閉症スペクトラム障害の重症度にて記載するようになった AS は自閉症スペクトラム障害の一つの方であるとされる世界保健機関アメリカ合衆国日本などにおける公的な文書では自閉症とは区別して取り扱われるまた高機能自閉症と AS が どの程度重複しているかは不明である。古典的自閉症とアスペルガー症候群の比較特徴としては以下が挙げられる。アスペルガーの人は多くの非アスペルガーの人と同様か、またはそれ以上に強く感情の反応をするが、何に対して反応するかは常に違う。彼らが苦手なものは他人の情緒を理解すること、言葉やジェスチャーの裏に隠された意味を理解することを、 測ることである。しかし、手話のように目で見て理解することは可能なため、身体的動作の細かな意味を理解して、記憶することで、瞬時の判断をまかなうことが可能である。例として、教師がアスペルガーを持つ子供に、犬があなたの宿題を食べちゃったのと尋ねると、その子は押し黙ってしまう。この時、教師に自分は犬を飼っておらず、 普通犬は髪を食べないことを説明する必要があるのかどうかを考え、教師の表情や声のトーンから暗に意味していることを理解できないのである。教師がこの子は宿題のことをうやむやにしようとしている、反抗的である、と考えたりしてしまう場合もある。上記の例のように、アスペルガーを持つ子供は言われたことを学面通り間に受けることが多い。 これは言葉の名称や意味する表現方法を知らない場合に多かったり、言われた言葉と同じ言い方で聞き返す癖があることや、抽象的な言われ方では納得のできない性格などが原因で、客観的には学面通りに真に受けていると思われることもあるため判断をするには、長期的な付き合いが必要となる。成長の上で問題となるのは、親や教師が励ますつもりで、 テストの点数など、さほど大事ではないなどと綺麗事ばかり言ったり、反対に、テストで点数を取れなければ、何も買い与えないなど、現実的なことばかり言い聞かせたりすること、つまり極端な教育をすることである。結果的に持つべき水準からかけ離れた観念を持って、行動してしまう危険性がある。しかし、子供が並大抵の努力では叶いそうもない目標を、 立てていたと知った時に、ほとんど肯定する気配もなく、協力をしないことも、水準からかけ離れた観念を持つ過程となってしまう、場合がある。彼らは、大人の発言には、かけ根があるという疑いを持ちにくく、持ったとしても、果たしてかけ根がどのくらいなのかを思いかかることが、困難であるため、発言者の願望を乗せて、物事を大げさに表現すると狙った効果は効きすぎる。 ことになる。しかし場の状況に応じた正当で過度な言い表し方でない時でも、聞き手にとっては弁解する余地のない時には、それは言い過ぎだと指摘のように答えることで否を発言者に置き換える場合があるため、中立を保った見分け方も必要になることがある。職場で報告、連絡、相談の必要な状況下で伝言をする際に、聞いた時の声色、声の質、 使用された言語を丸ごと真似をするだけの実況中継報告はしないと彼らは批判の声を立て要点を伝える際に彼らの主観でどう解釈したのか伝えるときの言語を預かながら変えることでも非現実的な伝わり方が多く妄想がひどいと解釈される場合があるアスペルガー症候群の人間はそれ以外の人々が 心理社会的モラトリアムを経由して獲得できると言われる自我同一性の獲得が困難とされる。自分が過去から連綿と続いている存在であるという認識を持つことができず、中央の考えを持たないため、極端で関連的な思考に走りやすい傾向がある。被害妄想、対人恐怖などを起こすこともあり、 統合失調症と誤解されるような病的な精神状態になってしまうこともある。精神に混乱をきたし、自分の世界に引きこもる。その混乱を周囲に対する怒りに置き換える、などの傾向を見せる。非自閉症の人は、他者の仕草や雰囲気から多くの情報を集め、相手の感情や認知の状態を読み取ることができる。この能力が自閉症の人には欠けており、 他者の心を読むことが難しい。そのような仕草や状況を読み取れない人は他人が微笑む様子を見ることはできてもその微笑みが何を意味しているかが理解できない。多くの場合、彼らにとって行間を読むことは困難ないし不可能である。最悪の場合、対人コミュニケーションにおいて表情を読み取ることができない。つまり人が口に出して 言葉で言わなければ意図していることが何かを理解できないのである。しかし、彼らはボディランゲージなどを通して相手に伝えることは可能である。とはいえ、この種の能力差は健常者から深刻な障害を抱えるケースにまでわたってスペクトラム上に分布している。したがってアスペルガー症候群に分類されるケースにおいても表情や 他人の意図を読み取ることに不自由のない人もいる。また、彼らはしばしば、アイコンタクトが困難である。ほとんどアイコンタクトをせず、それをドギマギするものだと感じる場合が多い。その一方で、他人にとって不快に感じるくらいに、じっとその人の目を見つめてしまうようなタイプもいる。アイコンタクトなどにおいて、相手から発せられるメッセージを理解しようと努力しても、 この障害のために相手の心を解読し損ねることが多い。例えば初対面の人に挨拶をする際に社会的に受け入れられている通常の手順で自己紹介をするのではなく自分の関心のある分野について一人で長々と話し続けることもある。他人に自分の主張を否定されることに強く嫌悪感を覚えるという人もいる。 このことは学校などで学習上の大きな障害となる。例えば、教師が、生徒にいきなり答えさせ、生徒、これは〇〇だと思います。先生、違うよね、これはだよというように、否定して、答えやヒントを教えるような方法は、アスペルガーの人には相当な苦痛やストレスとなる。しかし、多くの成人は、忍耐力のなさと動機の欠如などを克服し、 新しい活動や新しい人に会うことに対する体制を発達させている。これらのことは子供時代や大人になってからも多くの問題をもたらす。アスペルガーの子供はしばしば学校でのいじめの対象になりやすいとの指摘がある。理由として彼ら独特の振る舞いや言葉遣い、興味対象、身なり、そして彼らの非言語的メッセージを受け取る能力の 低さを持っていることが主な原因とされる。彼らに対し、前述の言動やアスペルガー症候群という病気自体が理解できず、アスペルガー症候群患者に対する嫌悪感を持つ人が多いとされている。このため教育の場である学校において、今後はサポート体制の確立や自立の支援。 他の子供への理解を深めさせるといった総合的な支援策が必要になるという指摘がある。アスペルガー症候群という一つのカテゴリーであっても、人によって、障害の度合いは千差万別である。例えば、学校の友達とうまく話せたり、話をうまくまとめられるなど、至って軽度な場合もある。また、うまく話せず、それでも良い友達に巡り会えたから必死で、 耐えているというように、自閉度が中度重度なこともある。この障害は、カナータイプの自閉症などと違い、一見、定型発達者に見えるために、周りからのサポートが遅れがちになったりすることが、問題となっている。また、身近な例として、留守電を頼まれた際に、誰が来ても開けてはいけないと言われると、文字通り、誰が来ても開けないという問題が生じることがある。 アスペルガー症候群は、興味の対象に対して、極めて強い、変質的とも言える水準での集中を伴うことがある。例えば、1950年代のプロレスや、アフリカ独裁政権の国家、マッチ棒で模型を作ることなど、社会一般の興味や流行に関わらず、独自的な興味を抱くケースが見られる。しかし、これらの対象への興味は、 一般的な子供も持つものである。両者の違いは、その異常なまでの興味の強さにある。アスペルガー人は、興味対象に関する大量の情報を記憶することがある。また一般的に、順序だったもの、規則的なものは、アスペルガーの人を魅了する。これらへの興味が、物質的あるいは社会的に有用な仕事と、結びついた場合、実り豊かな人生を送る。 可能性もある。例えば、コンピューターに強い興味を持って取り憑かれた子供は、大きくなって卓越したプログラマーになるかもしれない。それらと逆に、予測不可能なもの、不合理なものは、アスペルガーの人が避ける対象となる。突然のアクシデントや、論理的に話し合いのできない感情的な人間なども、その例である。彼らの関心は、生涯にわたることもあるが、 いつしか突然変わる場合もある。どちらの場合でも、ある時点では、通常1から2個の代償に強い関心を持っている。これらの興味を追求する過程で、彼らは、しばしば非常に洗練された、知性、ほとんど頑固偏屈とも言える、集中力、一見些細に見える事実に対する膨大な、記憶力などを示す。ハンス・アスペルガーは、彼の幼い患者を、 小さな教授と呼んでいた。その13歳の患者は、自分の興味を持つ分野に網羅的かつ微細な、大学教授のような知識を持っていたからである。臨床科の中には、アスペルガーの人がこれらの特徴を有することに、全面的には賛成しない者も,もいる。例えば、ウィングとギルバーグは、アスペルガーの人が持つ知識はしばしば理解に根付いた、知識よりも、 表層だけの知識の方が多い場合があると主張している。しかし、このような限定は、ギルバーグの診断基準を用いる場合であっても、診断とは無関係である。アスペルガーの児童及び成人は、自分の興味のない分野に対しての忍耐力が弱い場合が多い。学生時代、とても優秀な劣等生と認識された人も多い。 これは自分の興味のある分野に関しては他人に比べてはるかに優秀であることが誰の目にも明らかなのに毎日の宿題にはやる気を見せないからであるノートやテスト用紙に文字を手書きすることを心よく思う子供またそうでない子供も,もいる一方学業において他人に勝つことに興味を持ったために優秀な成績を取る人もおりこれは診断の困難さを増す 知能は平均以上で、学校の成績も良かったアスペルガー症候群を持つ成人が、職場では適応障害を起こすことがしばしば見られる。これはコミュニケーションの得意性が理由である。アスペルガーの人は、他の様々な感覚、発達、あるいは生理的異常を示すこともある。その子供時代に、細かな運動能力に遅れを見せることが多い。 特徴的なゆらゆら歩きや小刻みな歩き方をし、手をブラブラ振るなど、衝動的な指、手、腕の動きもしばしば認められ、チック症を併発している場合も多い。アスペルガーの人は、感覚的に多くの負荷がかかっていることがある。音や匂いに敏感だったり、あるいは接触されることを好まなかったりする。突然大きい声でまくし立てられたり、頭を触られたり、 髪を触られるのを好まない人もいる。音に神経質すぎて不眠を訴える人も多い。これが子供の場合、教室の騒音が彼らに耐えられないものである場合など、学校での問題をさらに複雑にすることもある。別の行動の特徴として、山彦のように言葉やその一部を繰り返す反響言語と呼ばれる症状を示す場合がある。宮尾正智は、 アスペルガー症候群の感覚面での特徴として、ちょっとした態度や言葉で著しく傷つき、それがトラウマとなりやすい、幻覚や妄想じみたこだわりを見せる傾向がある、過去のトラウマから、第三者にとっては、ちょっとしたことでもフラッシュバックを起こして、大騒ぎをする、大変真面目で、それゆえに壊れやすいという見解を出している。アスペルガー症候群の人物は、インターネット依存症になりやすい、 2019年に発表された日本の研究によるとインターネットの依存度をテストする EIT において70点以上をインターネット依存症としたとき一般人口と比較してアスペルガー症候群では約3.72倍アスペルガー症候群に加えて ADHD と診断されたものでは約6.89倍もその割合が大きかった。なお ADHD のみの場合は 約4.31倍であった。2012年の京都大学の神経科学研究チームの発表によると、アスペルガー症候群のものは、対人相互作用などに強く関係する上側投降、防水上界扁桃体、内側前頭前の、下前頭壊などの脳全体に占める割合が、通常人と比べ相対的に低いことが分かった。鑑別疾患として、 社交不安症、脅迫症、スキゾイドパーソナリティ障害が挙げられる。他の精神疾患と誤診される可能性があるとの意見や報道がある。誤診されやすいものとして、統合失調症、スキゾイドパーソナリティ障害、統合失調型パーソナリティ障害、脅迫性パーソナリティ障害、ADHD、ナルコレプシー、びっくり病が挙げられている。 DSM-4 の編纂委員長、アレン・フランセスによれば、DSM-4 からアスペルガー障害として、従来の自閉症ほど重い障害ではない人々を、含めたが、社会支援などが推し進められると、診断された人が、また支援を求めて、循環を起こし思いがけなく診断が増加した。アメリカや韓国では大幅に増加し、診断されている、約半数が、 診断基準を満たしていない。近年では、アスペルガー症候群を含む発達障害と、睡眠障害との関連性が発見されてきた。睡眠障害といっても、ナルコレプシーや、睡眠時無呼吸症候群などの先天的な、障害ではなく、睡眠症抗体症候群や、非24時間睡眠覚醒症候群などの、外実リズム睡眠障害、不眠症、 金無理症などの後天的な障害のことである。毎日の睡眠は脳を整理、形成する働きを持っており、脳の働きや思考メカニズムが定型発達者とは異なるアスペルガー症候群の場合、睡眠障害は非常に起こしやすい二次障害である。睡眠障害は一度なるとどんどん悪化してしまう傾向があり、難治性であるために、 睡眠障害を起こさないように就寝や気象の時間を規則正しく生活することが重要であるとともに症状が見られた場合は早急に治療をすることが必要である。睡眠外来の診察を受ける際はアスペルガーなどの発達障害を持っていることを申告することが望ましいとされる。なお、日本で唯一子供の睡眠と発達医療センターを設置している。 兵庫県立リハビリテーション中央病院の三池、テルヒサイ氏は、幼児期の睡眠こそが、潜在している発達障害の発症を左右させる原因である。との、全く逆の展開も発表している。一部のアスペルガー症候群の人は、その得意性から他者とコミュニケーションがうまくいかずに、頻繁にイライラしたり落胆することが多い。 このような状況が長年にわたって続くことにより、二次障害として、うつ病などの精神障害を引き起こすことが確認されている。このような二次障害を予防するためには、アスペルガー症候群に、定型発達者と同じコミュニケーション方法を望んだり、興味の対象を無理に広げさせたりしないことが重要である。アスペルガー症候群の人は、ほとんどの場合が、自分の行動が、 自分の意志によるものだということを強く認識している場合が多く、それを否定されると多大なストレスがのしかかることが多いのである。治療法はない。日本では、アスペルガー症候群、自閉症、学習障害、ADHD といった発達障害の子供に対して、個々のニーズに合わせて支援するシステムができており、特別支援教育がある。また、応用行動分析。 自閉症、及び関連のコミュニケーション障害のある子供に対する治療と教育、デンバー治療モデル、グリーンスパンモデルなどの治療プログラムの有効性も確認されている。なお、二次的な症状として不安や鬱つ症状などが見られる場合、それらの症状に効果のある心理療法を追加し本人をサポートする。しかし、 狭い興味の中で彼らが興味を示した人から改善するための助言を気を許せる表現などの工夫を用いた言い方によって受けた時に偶然にも納得できる指摘として解釈した場合にはその情報を取り入れて自分を変えることに執着心を持つ場合がある。これは治療ではないが人間関係の中でこれは自分の悪い部分だと気づくことがあり それを治すことに関わりを持つ傾向もある人がいる。2019年現在、治療薬や症状を緩和する薬として、正式に承認されている薬は存在しない。うつ病や不安障害といった二次障害を含めた、症状を軽減する薬として、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、気分安定薬などを処方する場合がある。研究段階としては、 オキシトシンを投与が効果があるという研究があるが、まだ臨床では認められていない。双極性障害に処方される非常に使い方の難しい薬ではあるが、炭酸リチウムには認知を改善する作用があり、人格障害でもアスペルガー症候群でも作用するという。また、自閉症と同様の治療として、漢方薬での治療や、針治療による治療もある。 アフリカ睡眠病の治療薬として開発されたスラミンなども自閉症向けに研究されている。アスペルガー症候群は特定の分野については驚異的なまでの集中力と知識を持ち空気を読む行為が苦手、細かい部分にこだわる、感情表現が困難といった特徴を持つ。新聞のスポーツ欄にある野球選手の打率を 毎日覚えてしまうなどの驚異的な記憶力を示すこともあるが、電話をかけながらメモが取れない、券売機で切符が買えないなど一般人ができる、普通の行為ができない障害を持つこともある。コミュニケーションの得意性、同時並行に複数の業務をこなすことができない、急な変更にうまく対応できない、細部に注意が集中し、全体像把握が苦手等のためである。 以上の性質から、アスペルガー症候群を持つ成人は、接客やチームワークを必要とする仕事には、元来向いていない。アメリカの大部分の調査結果によると、アスペルガー症候群の成人の75から80%は、フルタイムの仕事についていない。アスペルガー症候群を持つ成人に必要な職場での、支援は、スケジュールや手順を明示する、指示代名詞を使わない。 複数のことを同時に頼まない、ジョブコーチをつけるなどである。アスペルガー症候群の人は、現代社会に対し、非常に適応しにくい困難さを抱えている。あちこちで衝突が起こり、引きこもりになっていることも、少なくない。自分自身に強いコンプレックスを抱え、二次障害で、うつ病を発病したり、自殺志願を持つ人も、決して少なくない。 そういうアスペルガー症候群の人に援助をする必要が急がれている。発達障害者支援センターなどをはじめ、少しでもアスペルガー症候群の人が社会で暮らしやすいよう、地域活動支援センターやデイケアなどの設備を整える必要が早急に問われている。最も必要なことが、この障害を理解し、受け入れる環境的素地を作り上げることである。 2019年現在、関連書籍が多数発売されたり、主に NHK で、アスペルガー症候群についての番組や特集が組まれることが増え、社会認知は、ある程度は進んだと言える。しかしながら、身体障害やダウン症候群など、目に見える障害ではなく、また、アスペルガー症候群の人と実際に話してみても、障害を持っている人間とはわからない場合も多く、 外見もごくごく普通であることがほとんどなので、自らカミングアウトしない限り、変わり者程度の認識しか持たれないケースが多く、これが障害を抱える本人にとっての苦痛になっている。他人とのコミュニケーション能力の障害ゆえ、対人関係での衝突や角質が多く生まれることがあり、これもまた障害を持つ本人に苦痛を与える大きな要因となっている。 相手が理解をしてくれない限り、変な奴と見られ、いじめの対象になったり、周りから嫌われたり、仕事上の足でまといのような存在に思われることも、あり、非常に難しい障害であると言える。また、場合によっては、本人が、障害そのものに、大変なコンプレックスを抱いていることもある。それゆえに、定型発達者と同じように、無理やり外に出ようとすることもある。 当然ながらこれは自分自身を肉体的、精神的に追い詰めることでもあるため、場合によっては、それが、うつ病などの二次障害を発症する原因になってしまう可能性もある。大きな問題は、この障害に対する福祉制度がまだ未熟であることに、ある。2005年に発達障害者支援法が制定され、障害者自立支援法に発達障害も範中に、 入ることが2010年代に入って決められた。また、アスペルガー症候群の人も、精神障害者保健福祉手帳を持てることにはなっているが、働くことや他人との関わりに困難を抱えている人は多い。ただ、行政の側でも発達障害を持つ人を雇った、企業へ助成金を支給するなどの取り組みは行われている。しかし、働く意欲のある、 アスペルガー症候群の人が、対人関係や精神衛生上の問題を、クリアした上で就労できる時代には、まだなっていない。アスペルガー症候群を持つ人に対する支援の性否は、人によって異なる。例えば、この人にはこう支援して人生がうまくいくようになった、というケースがあった場合でも、それが、他のアスペルガーの人に当てはまるとは限らない。人によって、どういったところに、 ハンデがあるかは千差万別だからである。障害だからと一律に皆を福祉で養おうとすると、働く意欲や、労働の中での他者との良好な人間関係や、収入など、実りある人生の可能性を奪ってしまう場合もあり得る。発達障害を抱えながらも、周囲のサポートを得て、一般企業で働いている人たちは多い。しかし、 働きたいのに働けない人、またつまずくのが怖くて社会に出られない人も多くいる。その人その人に合ったきめ細やかな対応、社会の中での居場所の確保が求められている。アスペルガ症候群が苦手とされる職業は、接客業、とっさの対応が大切な業務、様々な作業を担当する事務、コミュニケーションが大事な仕事、などの、 人の心を理解し、器用で、効率よく場の空気を読んで、想像力を働かせ、臨機応変な対応をする業務が苦手とされる。ICD-10 の F80 から F89,F90 から F98 にあたる発達障害が、精神障害の一部として、制度上併記され、市町村の保健所などで、戦後医による診断書を提出の上で、 症状や他の発達障害、疾患との合併など、総合的な状態を熟慮し、精神保健福祉手帳が交付されるケースが近年、増加してきたが、保健所で所定の書式による診断書の提出で、障害者サービス受給者証もしくは自立支援医療受給者証の交付も行われており、これにより、一般的な障害者福祉サービスを受けることができる。 障害者福祉サービスには就労移行支援の利用も含まれ、就労移行支援訓練所を利用することにより、原則2年間まで職業訓練を受けることができる。利用にあたっては、障害者サービス受給者証自立支援医療受給者証精神保健福祉手帳のいずれかが必要である。また、金銭面の管理が極めて難しく、 社会生活に支障をきたしている場合、判断能力が十分でない人が地域で自立した生活を送るための日常生活自立支援事業における各地の社会福祉協議会が行う援助事業サービスに権利擁護があり、利用者はそれぞれ以下の必要な援助を受けるための契約を協議会と結ぶ。福祉サービスの利用援助。 苦情解決制度の利用援助、住宅改造、住居の貸借、日常生活上の消費契約や住民票の届け出ほか、行政手続きに関する援助など、日常的なお金の管理金銭管理などの権利擁護の制度を使用するケースもある。これらの福祉サービスは、他の発達障害においても、診断の上で関係機関に申請し、 認定されれば利用できるのは同様である。アスペルガー症候群は、性別との相関関係があり、4倍程度男性に多い。アスペルガー症候群のものは全人口の1%程度とされるが、男性の1.6%、女性の0.4%は、アスペルガー症候群という計算になる。知的障害を伴わない、自閉症である高機能自閉症と、 アスペルガー症候群には強い遺伝的な要素がある。G.R. テロングと J.T. ダイヤーは高機能自閉症の人がいる家族の3分の2が1等身血縁者か2等身血縁者にアスペルガー症候群の者がいることを発見した。サラキャシディーラによる英国の患者を対象とした臨床古法と研究による報告によるとアスペルガー症候群を持つ成人では 一般成人の9倍以上の自殺リスクがあり、社会的孤立や排除、失業等で二次的鬱病の危険因子を生ずることが多く、自殺リスクを低減するための適切なサポートが必要であるという。アスペルガー症候群を持つ成人が周りに大きな影響を与えることがある。例えば、カサンドラ症候群というのは、 アスペルガー症候群の夫と情緒的な相互関係が築けないために妻に生じる身体的、精神的症状である。杉山敏郎はアスペルガーの独身率が高いことに言及している。レオカナー自身が自閉症児の両親の離婚率の高さに言及もしている。主にアメリカの学会などでアスペルガー症候群そのものは障害ではなく、 治療すべき対象ではないという議論がある。また、そもそも、アスペルガー症候群を、シンドロームであるとか、ディスオーダーとすべきでないという主張もある。2001年5月にソニーピクチャーズエンターテインメントが、ビデオスルーで、アスペルガー氏の弾乱と名付けて発売する予定だった、外国映画が、抗議を受けて、発売中止となった。現代には、アスペルガーという単語は使われておらず、 登場人物にもアスペルガー症候群らしい人物は存在しないと考えられる。また、2008年頃から相次いで医師によるアスペルガー症候群の解説書が刊行されていることについて、医師たちの執筆動機の一つには、あたかもアスペルガー症候群の人物が犯罪を起こしやすいかのような解釈への対処がある。この背景には、 一部の少年事件の加害者がアスペルガー症候群だと報道されたことが挙げられる。しかし、アスペルガー症候群の人物が犯罪を起こしやすいというデータは確認されておらず、判別書や少年院の中の該当者は2%程度とされている。また、犯罪を起こしたケースについても、対人コミュニケーションスキルの不足から当人が世の中の仕組みを よく理解できていないことによって軽微な犯罪が引き起こされてしまったケースがほとんどである。この診断名はオーストリアの小児科医、ハンス・アスペルガーにちなんで付けられた。1944年に、ハンス・アスペルガーは小児期の自閉的精神病室という題で4例の子供についての論文を発表した。前年の1943年にはアメリカの精神科医、 レオ・カナーが早期入院時事変賞に関する論文を発表し、カナーの論文がその後長く英語圏で影響を持つようになり、アスペルガーの論文は帰り見られることが少なかった。日本ではアスペルガーの論文は比較的早く紹介されたが、イギリスやアメリカの影響が強くなり忘れられがちとなった。英語圏では1981年に イギリスの児童精神科医のローナウィングがアスペルガーの業績を再評価したことがきっかけとなり広く知られるようになった。ウィングは多数例から自閉症とは診断されていなくても社会性、コミュニケーション、想像力の3つの面で同時に障害を持つ子供たちがいることに気づいた。当時は自閉症の診断は言語による意思疎通が限定されており、 対人的関心が非常に乏しい子供に対してのみ行われ、言葉による意思疎通が可能か、一方的でも対人的関心がある場合は、自閉症とは診断されなかった。ウィングは、つ度もへの障害を持ちながら、自閉症と診断されない子供たちの一部が、アスペルガーの報告した症例に似ていることから、アスペルガー症候群の診断名が適切であると考えた。 1981年以降は、世界的にも注目されるに至り、国際的な診断基準である ICD-10 やアメリカ精神医学会の診断基準にもその概念が採用された。アスペルガー症候群を含む、精神障害者の犯罪率は健常者の3分の1と極めて低い。ただ、定型発達者と同様に、多くの事例の中には、 口述のような得意なケースも存在する。一部のアスペルガー症候群の人が一部の健常者と同様に反社会的な行動を取ることがあると考える人々もいるが十分な検証はなされておらず、アスペルガー症候群が事件を誘発した背景の一つなのか周辺事情に過ぎないのか判断は極めて難しい。また、心身の成長とともに 前述の症状が消えていくケースも見られる。一方で、アスペルガー症候群の暴力性や犯罪性などに関して研究が行われている。米国で行われた研究では、犯罪を犯す前に、アスペルガー症候群と診断された青年たちは、一般比較群の犯罪者に比べて、対人犯罪は2倍程度高く、対人暴力や学校における妨害行為が多く、 第産犯や、禁止処分を受けた暴力は少なかったという結果が、出ている。児童精神科医の清水康夫らが研究した児童の、互い行為において、アスペルガー症候群の児童は、互い行為において、叩く、物を投げる、蹴る、人を突き飛ばすなどの項目が、一般保育園児童と比べて頻度が高かった。 精神科医の杉山敏郎らが愛知省に保健医療総合センターで継続的な関わりを持っている平均年齢9歳の265名では素行障害、犯罪で警察に逮捕された者は11名であった。また精神科医のタンタムがアスペルガー症候群の60名について長期的な調査を行い、 司法関係の情報が得られた54人の対象者を分析した結果、ほぼ半数の24名が少なくとも1回は犯罪事件を起こしていることが明らかになった。社会学者の井出総平は、元火災調査官の藤川陽子らの家庭裁判所に送置される少年犯罪の中でアスペルガー症候群が占める割合を調べたデータと、 DSM-5 に掲載されている有病率をもとにして、アスペルガー症候群の犯罪親和性を求めた。それによると、アスペルガー症候群の犯罪親和性は5.6倍で、ADHD の1.1倍や知的障害の2.2倍に比べて高いことが分かった。また、井では家庭裁判所の医務質疑官だった。 児童精神科医の先浜瀬さんによる調査を利用して、同様にして、アスペルガー症候群の犯罪親和性を求めた。その結果、アスペルガー症候群の核心での犯罪親和性は12.6倍、疑心も含めると28.6倍となった。諸外国では、特別病院の入所者を対象とした調査が、なされている。 スラッグラのイギリスの特別病院の入所者を対象にした調査からは犯罪親和性は2.8から3.6倍と導かれイギリスの部屋の調査からもほぼ同様の値となるさらにスウェーデンの特別病院の入所者を対象にした調査でもアスペルガー症候群の数値は類似したものとなっているスウェーデンの研究では スウェーデンの犯罪の背景に少なくとも13%ほど、広範性発達障害が関係していると結論付けており、そのデータから、犯罪親和性を求めると、犯罪親和性は10倍以上あったことが分かった。精神科医の市川博信らがによると、都立梅川丘病院に通院歴のある自変症、スペクトム障害のもので、計18件の食法行為が認められた13の、 症例について、18件の食法行為のうち11件が、医療機関の受診後になされていて、食法行為後に入院することになった5件の、食法行為の後に4件で再犯が認められた。このことに関して、自閉症スペクトラム障害者の食法行為に対して、根拠があり有効である治療法の報告がなく、医師それぞれの試行錯誤によって、 治療方針が決められているという精神改良の技術的な問題が一つの原因であるとされる。精神科医のオルフはアスペルガー症候群には犯罪行為につながる特性があるといい治療を行っても劇的な変化が起こる可能性は低いことを指摘している。また精神科医の山崎康介らによる研究報告書ではアスペルガー症候群の触法行為は 現実検討を書く、精神状態で行われているものではなく、アスペルガー症候群それ自体、あるいは知能の低さから、触法行為が生じていると考えられ、薬物療法による改善は期待されにくいとされた。アスペルガー症候群が初めに大きく取り上げられたのは、2000年の豊川市主婦殺人事件である。人を殺してみたかったという供述は社会を、震撼させた。 昭和大学教授の加藤信正は、近年は、長所漏洩事件を含め、アスペルガーの診断がやや安易に乱発されている。ただし、アスペルガー障害が、犯罪に直結するというような理解は誤りであり、いくつかの動機が理解しがたい、突き抜けた犯罪で、その障害特性との関連が注目されるという、意味である。と指摘している。以下に挙げるものは、主に社会に、 大きな影響を与えた、凶悪事件である。佐世保小六女児同級生殺害事件、宇治学習塾小六女児殺害事件の犯人も、アスペルガー症候群を持っていたとされる。海外の例では、有名なハッカーであるゲイリー・マッキノン、サンディ・フック小学校銃乱射事件の犯人である、アダン・ランザ、サンタ・バーバラ乱射事件の犯人であるエリオット・ロジャー、などは、 アスペルガー症候群を持っていたとされる。自閉症スペクトラムの診断基準の一部を満たす著名人は多く、研究者や偉人に対する変わり者の天才というステレオタイプの形成を助けてきた。ただし、アスペルガー症候群のような高機能な自閉症の存在が知られるのはここ数十年、特に一般に認知されてきたのは1980年代以降である。 ためその多くは残された記録から見た、専門家による推測であり、正式な診断ではない。疑いがあるが、診断されなかった者たちについて残された記録を持って、推測することの是非について論争が絶えない。学者音楽家映画監督、俳優作家、プログラマー、ハッカー画家、漫画家タレント活動家実業家以下は、杉山敏郎、発達障害の今、 p66 より引用。なお、これらの人物が、医師から診断を受けていたわけではなく、後世からの推測に過ぎない。学者、政治家文学者、芸術家、アスペルガー症候群の特徴を題材にした作品の表記であって、単に作中にアスペルガー症候群の人物が登場するだけの作品は記載しない。ありがとうございます。